ハイレゾ機能をオンにする方法をご説明します。対象の USB ダック、ダックアンプを使用して高音質オーディオを再生できます。ホーム画面からアプリ一覧、設定をタップします。音設定をタップします。 USB 経由のハイレゾオーディオをタップします。これで設定完了です。続いてサウンドのエフェクト機能を設定する方法をご説明します。サウンドのエフェクト設定をすることでより高音質に音楽を楽しむことができます。サウンドエフェクトをタップします。クリアオーディオプラスをタップするとソニーが推奨するサウンド設定に切り替わります。ダイナミックノーマライザーをタップすると動画や曲同士の音量レベルを揃えます。これで設定完了です。サウンドをより細かく設定する方法をご説明します。サウンドをより細かく設定することによりお好みに合わせてサウンドを自分流にアレンジできます。ホーム画面からアプリ一覧、設定をタップします。音設定をタップします。サウンドエフェクトをタップします。もう一度サウンドエフェクトをタップします。イコライザーのバーをスライドすることで音声信号の周波数帯域を調節することができます。またクリアベースから低音の周波数帯域を調節することができます。カスタムをタップします。ここからジャンルに適した音質を選択することができます。設定をタップするとヘッドホンの設定、スピーカー設定を変更することができます。